今自分の職場が地獄って感じていませんか？ブラック企業にはまってしまったっていう不安、もう毎日仕事に行くのが憂鬱で、行ったら行ったで笑うことさえできない、もう本当に明日でもすぐに辞めたい、やりたくない、もうこれ以上努力なんてできない、したくない、辞めたいんだけど辞めれない、もう最悪の毎日が続いている。でも実はこれ、多分あなたは今自分と合わない仕事をしているだけかもしれないんだよね。だから自分と合う仕事をやっていると、嫌なことって仕事は感じられなくなって、まあ毎日が辛くなくなると思うんだよ。だからちょっと、まあ、変な感じ、信じられないかもしれないんだけど、あなたには生まれてきた理由っていうのがあるんだよね。あなたが生まれてきた理由は、毎日辛い思いして、やりたくないことをやって、怖い思いをして、もうそれを毎日続けないといけないっていうことではないんだよ。仕事は全てじゃないじゃん、もちろん。でもあなたにしかできないことっていうのが実はあって、多分それが待ってるんだよね。でそれ何かっていうと、それは自分がやってると自分が幸せになること、もう自分がそれが大好きで得意で楽しいって感じること。努力もしないでも、もう心からもっと学びたい、これマジやりたい、これはもっと上手くなりたいって思えることで、やってると自分も幸せになる、で周りも幸せになる、やってる友達とか買ってくれるお客さんとかで、世界もきっと良くなるって思えること、でこれがあなたができること、これがあなたがやることなんだよね。で本当にこれをやってると、お金ももらえる、生活もできる、もう安心して生きていける。だから毎日嫌なことをやらなくてもいい、辛い思いをする毎日を続けなくてもいいんだよ。そのためにあなたが生まれてきたとか、そのためにあなたの人生があるっていうことじゃないと思うんだよ。だから自分のハートに聞いてみて、ね、自分のハートに、僕には生まれてきた理由はあるの？ってスティーブ・ジョブズが言う、ね、自分には something great、 愛せること、愛せる仕事っていうのは僕にはあるの？って、本当に今度すっごい落ち込んじゃったら、神社に行って聞いてみて、私には生まれてきた理由はあるの？って。そうするときっと、もちろんだよ、待ってるんだよ、もう辛いことをしなくて大丈夫、もう大丈夫、あなたには幸せが待ってるんだよって聞こえると思うよ。だから一緒に見つけていこうよ、この自分を幸せにしてくれる仕事。やりたくないことを続けて毎日が辛いっていう人生は生きなくてもいいと思う。昔の人は生まれてきた理由を見つけるために旅に出ていたんだよね。でネイティブアメリカンの人たちはこれをビジョンクエストと呼んだりしたりして、で今はビジョンプログラムって呼ばれるようになったんだけど、このプログラムを通して、まあ、このプログラムをやると自分は何をやっていると幸せになるのか、何が大好きで何が得意なのか、そしてどうやったらそれを仕事にできるのかっていうのが学べるんだ。そしてお金についても学べるの。例えばどうやってお金は生まれてくるのとか、いっぱい本当に大切なことが、もう大切で面白いことが学べるから、ぜひサイトに遊びに来てください。で本当に動画のトレーニングプログラムが受けられるので、ぜひ遊びに来て、で本当に一緒に自分のビジョンを見つけようよ。英語で findyourvision.jp で入れてくれるとビデオがいっぱい見れるんで、ぜひ時間が合うときに遊びに来てください。 Alright, I'll see you at the site. 待ってるね。